どうも皆さんはこんばんにちは、そうです。今日は神奈川マスターズ、はい、どうやら年内マスターズのレースはこれが最後っぽいので、しっかり泳ぎきれるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。この辺の前の方とかでいいんじゃない？あ、ここでいいんじゃないの？なんかいつものデルフィノのデルフィノの席っぽい。はい、今日はレース3本泳ぎました。まずは混合 4×50m リレーです。一泳者です。この時ですね、ゴーグルはアリーナさんの新しく出たアクアフォーススイフトエースを装着して泳いでます。これ後でちょっと動画の比較でも出そうかなと思ってるんですけど、あのですね、ゴーグルに水が結果的には入ってしまいまして、事前の練習でも5回に1回ぐらいの確率で飛び込んだ時にゴーグルに水が入ってきちゃう状態で、ここバンドとか鼻ベルトとかを調節しながら、まあ、どうやって入らないようにするかっていうのをね、まあ、試行錯誤を前日にした状態 で朝のウォームアップでも飛び込みの確認して、入らないことを確認してね、ゴーグルに水が入らないことを確認して本番に臨んでいったんですけど、まあ、それでも左目はまあ完全に水没するっていうねことが起こりまして、なんかちょっとショック大きかったですね。ゴーグルの色味的にもすごい好きだし、デザイン的にもすごいいいゴーグルなんですよ。なんかこう視野角も結構広いし、まつげとかが当たる感じもないし、フィット感もねすごい良くて好きなんだけど、飛び込むと水が入ってきちゃうっていうね。でそれを嫌がって、プラス今回はレース水深 1.4 メートルだったんですけど、深く入りすぎるとね床に擦ってしまうっていうのもあって、飛び込みがそもそもね、これ映像で確認してみると全然思いっきりいけてないなっていうのが感じましたね。思いっきりいけてないし、でゴーグルのことも気にしてるからなおのことそーっと飛んじゃってて、なのでまあ僕の良さが全く生かされないレースになってしまいました。まあ、飛び込みの入水角がね多分悪いんでしょうね。こんだけ調整しても水入っちゃうっていうことは、なんでその辺はまあちょっと調整していきながらという感じですかね。今回のレースは結局残りの2本はスワンズのイグニッションに戻して泳ぎました。残念、タイムも遅かったし。ちなみに自己ベスト出した時との比較はこういう感じですね。でここ右の画面で泳いでる黒のキャップの僕がね、22秒99で泳いだ時の僕なんですけど、これねちょっともう一回映像戻しますけど、この15メートルの到達、もうこの地点でもうこんだけ違うんですよね。でバタフライキックだけの差っていう感じよりかは、その飛び出しの強さとか、あとは入る時の勢いとか、まあ、そういったところの部分の方が大きいかなって思うんで、まあ、この比較映像を見た時にね、なんか全然蹴れてないじゃんって、ボワーンって飛んでるなみたいなのがすごい自分の中で分かったので、まあ、ここから修正かけていくといった流れで今日はスタートという感じでしたね。続きまして 50m の自由形です。まあ、先ほどのレースの反省を生かして、まあ、台をとにかく強く蹴るということと、あと泳ぎですね、ちょっと最初の1本目は丁寧に泳ぎすぎてしまった感じがあったので、まあ、少し回転を上げてといいますか、出力を上げて泳ぐといったところをポイントにして泳いでいきました。まあ、なんですが、まあ、結果として飛び込みはちょっとね上半身が持ち上げきれずに突っ込み気味になってしまったっていうところがあります。泳ぎの局面に関しては、まあ、最近練習してる動きっていうのがきちんとできたかなというふうには思います。まあ、ただなんだろう、15メートルまでの通過がそもそも遅いので、まあ、トータルのタイムもちょっと遅いっていうね、タイム確認してからちょっとがっくししてるっていうはい、なかなかねちょっとなんかこう気持ち的に厳しいレースでしたね今回は。3本目は50メートルバタフライです。こちらも前回までの反省を生かして、テイクオフの時に強く蹴る、それにプラスして上半身をしっかり高く持ち上げるといったところを念頭に置いてスタートしていきました。飛び込み動作自体はうまくいったんですけれども、反応速度が 0.73 とかだったかと思います。まあ、だいたい体調がしっかり整っている時は 0.62 とか63あたりで台を蹴っていくので、
まあ、かなり反応は悪いなっていう印象です。泳ぎの方に関しては練習した通りの動き、泳ぎというのはしっかりできたので、泳ぎの局面に関してもここ最近の中では一番いいレースだったかなと思います。まあ、なんとか25秒07で35歳区分の日本新記録をね樹立ということで、はい、なんか1本目2本目あんまり泳ぎもタイムもなんかこう満足いくものができなかったので、3本目泳いでようやくといった形でちょっと珍しくね感情が外に漏れ出してる感じがありますけれども、この1本もダメだったらどうしようみたいなところは正直頭をよぎっていたので、メンタルコントロールがね非常に難しいレースでした。この1日は終日通して、まあ、聞いてなかったことが2つありまして、1つは今日麻生さんが半端に出るということ、2つ目は隣にいるという朝プログラムを見た時のこの何なんですか、絶望というか絶望と期待の入り混じったあの感じまあまあまああります、まあまあ仕方ない、こういうのもあるだろうと、でまあ腹をくくりましょうと、行きますじゃないですか、行きたいじゃないですか。まあ僕も結構ねまあそれなりに食らいついていこうという、まああわよくば勝つつもりはいたんです、はい、とりあえずその気持ちじゃないとダメだと。でスタート飛ぶじゃないですか、飛んだ瞬間にドルフィンが開けた瞬間にもうこうじゃないですか俺はもう文句、俺は抗議とかしたけど文句やめてほしい、本当にやめてほしいっておかしいじゃん、だってこんな違うんだもんそこでやる気をなくさなかった自分をちょっとねむしろ褒めてあげたいぐらい。いや、よく頑張った、耐え抜いたねすいません、いろいろ言いましたが、おめでとうございます。いや、ありがとうございます。以上です、ありがとうございます。今度は僕、平泳ぎ行きますね。やめてください、やめてください、ちょっと僕のハリボテがどんどん取れてしまう本当にやめてほしい。お疲れ様です。お疲れ様でした、ありがとうございました。25秒07は伊藤達也君と記録が一緒なので、まあ、このままこれより誰かが早く泳ぐことがなければ、まあ、来年のプログラムには僕と伊藤達也君の2人の名前が並列で書かれることになると思います。まあ、これだけでもなんかちょっとちゃんとタイム出せてよかったよね。クロールはなんかもう本当しんどい、最近なんとかしたい。